皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転士の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、伊予鉄市内電車の道後公園停留所です。駅のすぐ東に広がる道後公園からこの停留所名が付けられました。このチャンネルで約5年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々250駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さん、ご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速道後公園へ遊びに行きましょう。停留所を降りましょう。こちらの横断歩道を渡って本当にすぐ横にあります、道後公園ゆずき城跡と書いてあります。というわけでもう到着してしまいました、道後公園です。お祭りの屋台が出ています。桜祭りの真っ最中、そしてちょうどタイミングよく伊予鉄の市内電車、こちらに行くと日本庭園っぽいお庭があります。湯月城というお寺の跡地に道後公園があります。現在は天守閣はなく、展望台のような高いところしかありませんけども、ちょっと松山市内を一望する展望台まで行ってみましょう。階段と上り坂を登ってきまして、巡行広場という少し小高い場所まで登ってきました。こちらも桜が咲いていて綺麗ですけれども、ちょっと木々が生い茂っていて、もう少し高いところから一望したいです。階段と上り坂を登ってきて、さあ展望台です。前までここには天守閣があったんですよね。さあラスト階段登ってきました。一番てっぺんの展望台です。ああこっちの方が見晴らしがいいですね。一望千里、向こうには山が見えます。展望台を降りてきて突然現れた神社、ここ夜肝試しやったらきっと怖い。岩崎神社という神社でした。知らずに境内に入ってしまいましたので、一応鳥居の足元で入らずに出ます。見えてきたのはグラウンドという多目的広場ですね。広い、桜が満開。公園の直径は最大でも350メートル、ほぼ円形状の公園ですから意外と狭いかもしれません。ここから先は復元整備した区域です。右側通行、さあ日本とは逆ですけども、右側通行で進んでいきましょう。先ほどの遊具の広場とは違って、こちらの広場は静かで落ち着いています。で、手前に何かありました。土工ゴミ捨て穴、昔の人のゴミ捨て場ですか。道後公園西のエリアが現代のエリア、そしてこちらにいる東エリアが歴史のエリアという、そんな感じがします。お、武家屋敷とかなんだか日本風の家屋が並んでいます。
さあ今回の由来紀行、皆様いかがでしたでしょうか。過去と現在が一度に味わえる道後公園を訪れました。街中にある自然ですので里山という感じがしました。道後温泉の一つ前の停留所です。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。